やっぱり社長を含めて専務がドライバーのことを考えてくれる、その他に家族のこともいろいろ考えてくれて、まあ、例えば行事ごとだったりしても休みを取らせてくれるとか、そういうふうなみんなやってくれるんで、ドライバーじゃなくて家族にとってもいい会社だと思うんですよ。来てもらったら僕らも助けますし、また、分からなかった質問とかしてもらったら僕らも答えて助けますんで、もうとりあえず一緒に頑張ってほしいと思うんで、来てください。お願いします。今年55歳なんですけど、僕の前はちょっと下の方が多いけど、仲良くやってますよ。誰かちょっと忙しかったり、ちょっと手伝ったり、自分困った時もね、やってくれる。何も焦ることはないし、焦ってやっぱりろくなことないので、まあ一日のメニューをこなすような感じですね。体的にはもう全然仕事も楽ですから、13トンですね。機械が積んでくれたりするので、手積みとかない。お勤めやすいので、ぜひよろしくお願いします。自分の思うようなこう会社っていうのはなかなか難しいとは思うんですけど もうこの会社では専務社長がこう話しててもこうフィーリングが合うというか、従業員のことを考えて話をしてくれて、で従業員の意見もこう取り寄せてくれるっていうのを感じて、でそれでまあ頑張って今やらさせてはもらってるんですけども、明るい楽しい仲間思いの従業員がいっぱいいてるんで、上に立ってる人らもやっぱりドライバーさんとかその家族を大事に考えている会社なんで、すごく楽しく先長く働ける会社だと思いますんで、まあ、みんなで楽しくやっていきましょう。求人サイトのドライバー。